がじゃあそれをどこに込めたかというと歌や踊り、うん、文化だった、うん、結果的にそれはもう生実家の武力を持った人間たちも、うん、やっぱり歌えて踊れるやつ筋骨隆々のすごいかっこいい黒人とか見た時に、うん、か劣等感すら感じさせるような強さを持てるんだと。うんうん、で歴史に残るのは千年経っても残るのはやはり文化の方だ。うん いう部分でそれは僕はもう完全に文化人としてその立場なんで,で沖縄行った時にそこにすごい感動したし居心地の良さというか自分のようなまあ確かに今の日本の体制からすればあのですか異端者ですよねだから自分の言論もここで磨いていった方がやりやすいんじゃないかなとも思ったしあとは「ヤポネシアの原風景が残っているな」 っっていうのをたんです。それは地域社会のあり方とか支え合いとか支え合いユイマあるもだしあとは村々における祭りの残り方エイサーがあるいはカチャーシーがまんべんなく各地域で残っていてでその各区のエイサー誰がやってるかっていうと地元のヤンキーなんですよ。だから 男の子の暴れん坊はみんなエーサーに言ったら放り込まれて、うん、<laughs> でそこででも自分のそういう持て余すエネルギーを表現することが自分の地区を、うん、アイデンティティを代表することなんだという自負に変わっていって、うん、で彼らが人間として村を支えてていいくく存在に育っていくんですよね、うんうん、これはきっと岡倉とか田楽、うん、とか。うんうん かつて日本にまんべんなくあったはずだと僕は思っていてそこはちょっとこう民族学的な部分なんですけど、ねうん、その日本中ツアーして回ってきた時に例えば大阪のだんじりとか博多の山笠とか、はい、部分的には局地的には強烈にそれは残っているんだけれども、ね、基本的にはまあ多分戦後だと思うんですけどうん、うん、相当もう文化としては抹消されていて。 沖縄行った時にやっぱこれを日本に寄り返す必要があると思ったんです、うんうん、ここ僕自身がそれに感動したことをもう伝えるしかないし、うんうん、それをどう復興させていくかは各地域なんですけれども、うんうん、っていったようなまあ、文化的な側面が 強かかったですかね、まあ、民族学的な、うん、今文化って言われたけれどもそれは民族学だったりね、うん、え歴史だったりなんですよ。うん、まあ話聞いててミュージシャンなんだから例えばあの琉球音楽。